ホンダ N 番の実力を徹底検証すべく、競馬界のレジェンド的存在、スバル自社生産時代の3番に戦いを挑んだプロレーサー兼モータージャーナリストの丸山博史。バイク積み込みから街乗り、高速道路、果てにはサーキットまでも舞台とし、4回にわたり苛烈なバトルを繰り広げました。今日でこのシリーズも最終回、バトルを振り返りながらまったりと競馬について語ります。お疲れさんでした。お疲れ様です。すごい戦いだったですね。ねえ熱い戦いが。でもね、俺3番見直した、ちょっと、どんなとこ？やっぱりね、なんだろうな、楽しいのと、あと別によく走るじゃん、3番もよく走るじゃんって思った、馬力で言うとね、負けてるけど、そうだね、結構楽しいんですよね、3番歴って真面目に聞くと、何年から乗ってんの3番？95年だと思います。はい。95、何年前今から？23年ぐらい前。23年前。その時に、なんで3番って？その時は、モトクロスをやってて、モトクロッサーを詰める K1 ボックスを探してたんですよ。モトクロスって何 cc のモトクロス？当時のね、CR125 と、あと、80と。あわよくば 2台詰めないかなぐらい。そうそうそう。で、まあ、全然知らなかったんで、とりあえずカタログスペックをこう並べて、一番荷室が広いやつ。その時にちゃんとやっぱりトランポートして、詰める積載性をいろいろ考えてあげく、他に対象になった車たちって何？他にね、当時ハイゼットとか、あと、エブリーとか、鈴木のエブリーとか、まあ、もちろん三菱のなんとかっていうのもあって、まあ、全部比較検討しまくり、その結果サンバーが一番でかいなと。それはまあ荷積みの大きさっていうか後ろの大きさだけで判断した。そう、もう2台だけ、もうそれ以外のことは何も考えてない、とりあえずバイク積みたいっていうことだけで、そっからサンバーをずっと乗り継いできたっていう話じゃない、はい、なぜか、ね、なんでまたサンバーに？モトクロスは盗まれちゃって。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、続けられなくなって、でも、その、K のワンボックス便利だなと。普段使いにすごく便利だなっていうのがあって、で、まあ、最初サンバ1台だったんだけど、その後にインプレッサを買って、もう1台あると便利ねっていうところで、サンバ再び。スバルもインプレッサ？そう、インプレッサ。なんでスバルさん？別に関係なく？特に関係ないんですよ。たまたま本当に。2代目の K も結局、サンバにしようって思ったのはなぜなの？はやっぱ物がたくさん詰めて便利だったのと、そこはかとなく、その運転してて楽しいなっていうのを感じてたんだと思う。なるほど、ね、多分、はい、2代目、どんぐらい、1代目どんぐらい、何年乗って？細かくは覚えてないな、覚えてないですね。2代目の、インプレッサ、その前にインプレッサ買って、インプレッササンバの2台、スバル車2台乗り、そうで、もう一台増車で、増車じゃないな、サンバ乗り換えだったね。サンバ乗り換え。サンバの後に、その、俺にとっての2代目のサンバの後に、一瞬ビビオに乗って、それもスバルなんだけど、スバルの軽自動車のビビオに乗って、で、その後またサンバ。で、なんでビビオじゃダメだったの？神さんはビビオがいいって言ってたんだけど、そうか。だけど俺がやっぱいろいろ詰めて楽しいっていうのがあって、で、サンバ。で、3代目、そのビビオの後の3代目のサンバを買うわけですけど、それを買った時に、まあバイクもちょうど、YZF R6 を買い、なんかサーキットでも走れないかなと思ったのが2003年。その頃だよね、仕事するよ、一緒に仕事するようになったね。で、サンバ乗り、インプレッサーも乗ってる、サンバも乗ってるは聞いてたのよ。そう、で、ただ、バイクが、その、でかいバイクが積めるなんて、全く想像もしてなくて。あ、そうか、そうか。そうそう。で、たまたま、その、雑誌を見てたら、GSXR7 班を、自分のと同じ3番に積んでる人の記事が載ってた。トランポとして使ってます、みたいな。で、それを見て、お、積めんじゃん。やってみっかって言って、やってみたら実際に積めて。で、実際に、モトクロッサー積んだことあるけど、スーパースポーツとかが入ると思ってなかったんだ。思ってなかったし、モトクロッサーを積んだサンバーと、まあ、規格が変わって、ちょっと内寸も変わったんですよ。なるほど。あ、前のが大きかったんだね、じゃあ。もしかしたら大きかったかもしれないぐらいの感じだったんで、まあ、積めるかどうか分かんなくて。で、まあ、試しにその記事を読んだ勢いで、積んでみたら、積めて、いけんじゃんと。そこから、トランポライフが本格化した。トランポライフだよね。そうそうそう。
で、R6 をサーキットで乗り、そう。だけど、インプレッサも乗り、そう。サンバーも、なぜか乗り。そう。それ、3代目？それが、白、ガンメタ、緑の3代目ですね。色で覚えている。そして次は？そしてですね、うん、いい話は長いよ。短めに。サーキット走行がすごく楽しくなって、うん、で、サーキット行くと、筑波サーキット行くと、うん、ハイエースのスーパー GL がいっぱい止まってるわけですよ。うん、はいはいはい。で、もう憧れが止まらず、うんうん、一回乗ってみたいと。一回乗ってみたいけど、普通、ハイエースにグレードアップするのが普通ですよ。そう。うん、まあ、乗ってみたいと思って、うん、で、スーパー GL に変えました。うん、その時は、もうまとめて、インプレッサとサンバーを、両方を、うん、ああ、そうか、深。入れ替えで、ハイエースと、あと、スズキのスイフト、1.3 リッターの。一応買うんだ。買った。その、ちっちゃい。乗用車というか。それはね、やっぱね、家族の動きを考えると、やっぱハイエースなんか特にでかくて、かみさんは嫌だって言うんで、じゃあ、ちっちゃいの買うかっつって、スイフト買った。なるほどね。ところがですね。この二つ。うん。素晴らしいじゃない。そう。で、まあ広々とね、バイクなんかも詰めるも詰めないもない。家族のこともよく考えて。そう、当然詰めるわけじゃないですか。うん、で、いいかなと思って、半年ぐらい経って、売っ払った。それさ、売っ払った。ハイエース新車？新車。スイフトは？新車。さ、半年、両方とも新車？新車で買って、両方とも半年で売っ払った。売っ払ってどうしたの？売っ払って、次買ったのが、サンバーとインプレッサー。普通そうならない、うん。普通そうならないね。別のね、前のやつじゃなくて、別の新しいサンバーとインプレッサー、うんうん。なんでそうなんの？なんでそうなんの？そのハイエースに乗った時に、うんうん、まあ、ずっとマニュアルなんですよ。うんうん、運転してるのはね。で、オートマがどうしても馴染まなかったのと、うんうん、あとその、運転しててやっぱ楽しくなかったっていうのが、その時に、うんあ、サンバーって逆にすごく楽しかったんだなってことを気がついて、うん、その移動の間とか、うん、そのサーキットの往復の間とかも楽しんでたんだってことに気がついた、うん、で、俺の生活にそれは必要だと思って、うん、で、買い替えバイク乗ってんだからいいんじゃないのバイク乗ってるからいいと思うでしょ、うん、で例えばサーキット走って、うん、最終コーナーピーンとか行って、うん、もういいじゃんと思うんだけどやっぱりね帰りもね運転を楽しみたいああはい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 やっぱり移動の時間帯を楽しみたいまあスポーツカーのよくあるねまあ車だってね普通に移動手段と思ってもスポーツカーはやっぱりそうですね運転してる最中は楽しいでインプレッサーもあるにもかかわらずそうサンバーと結局乗ることになっちゃうからね、うん、バイクとか運んだりして、ね、そうですねそれに乗る機会が多いから、うん、その乗る機会の多い軽バンにサンバを求める。そう。より楽しさ。それ4代目？それが4代目。うん、なんか俺がさ、一回攻めさせてもらった車両ない？あ、それが4代目だ。4代目？それが、うん、緑の後に銀のサンバを買ってるんですよ。うん、それはもう普通に乗り換えで、うん、緑のサンバがだいぶやれてきちゃったんで、うん、じゃあ銀にしようかっつって乗り換えて。で、それは相当いろいろ積んだし仕事でもバイクをたくさん積む、うんね、ちょうどそのタイミングにいろんな機会があったんで、うん、積んで丸山博士も乗せそういいから乗ってみなよってあの時ねサンバー楽しいからってあの時にもうサンバー大好きっていうのを散々聞かされていいから乗ってみなよって乗らされてうほーって楽しいって乗ってたら、うん、バーストフロントがバーストまでは行ってないバーストまで行ってないんだけど、うん、あのワイヤーが出ちゃってもう発熱してるんで峠の途中でタイヤ交換してね。そう。スペアタイヤに変えて、で、丸山さんはその場で会社に電話して、うん、サンバのタイヤ1本頼むよって。発注。タイヤ発注して、そう。すげえ商売すんなと思って。タイヤ交換をさせに来るというですね。それが4代目だったんだ。それが4代目。え、5代目がこれだ。5代目がこれ。俺にとっての5代目ね。違う、なんで買い替えることになるの？ずっと乗ってればいいじゃん。やっぱね、いろいろ、不具合が出てくるところがあって、うんうんうん、で、まあ、その都度、いい出物がちょうど見つかって、っていうタイミングで買い替えて。え、今まであった不具合って何？例えば、乗り換えまあ、電気系のトラブルとか、ちょっと出て、うん、まあ、直せば直るかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、ずっと NA に乗ってて、うん、ちょっと一回はスーパーチャージャー乗りたいなと思って、うん、で、これはスーパーチャージャー。あ、それまでずっと NA？ ずっと NA。スーパーチャージャーのパワーが加わってみてどう？すごくいいんだけど、うん、
あの NA みたいにヒュンヒュン回る感じはやっぱりちょっとなくて、うん、まあ高速道路とかすごい楽になったんだけど、うん、回転の気持ちよさはやっぱ NA 捨てがたいな。軽バンにそこ求める。もちろん。少しでもパワーじゃないんだ。もちろん。気持ちよさ。気持ちよさ。パワー、うん。パワーよりも気持ちよさかな。うん、なんかあれだよね。1.8 リッターのロードスターより 1.6 とかね。あ、そうそうそう。1.6 ロードスターとか。そうそうそう。なんかそういうマニアックなことを言う人がいるじゃない。いる、いる。いるじゃない。サンバもよっぽどマニアックだよ。うん。でもね、うん、実際その NA の方がやっぱ加速が気持ちよかった。うん、加速、フィールがね。これがそうか、5代目か。5代目。で、インプレッサーも。インプレッサーは、3代目なんだね。3代目インプレッサーか。はい。で、未だにその2台乗りで、かなり満足。満足。乗り換えない。乗り換えない。ただ、まあ、それぞれ年式がいってるし、うんうん、距離もいってるんで、うん、インプレッサーが17万キロ、うん、で、17万キロ、サンバーが、こいつが11万キロいってるんで、うんうん、まあね、次っていうのは常に考えるんだけど、うん、ちょっとこれら以外の選択肢は。選択肢は、同じものなかなかしか浮かばないんだ、うん。また同じものに。インプレッサーかサンバーなんだ。そう。今回、ほら、F1 持ってきて、はい、ね、軽バンにもほら、こんなに良くなったよっていうのを、まずね、はい、バイク済み。うん。大丈夫？バイク済み、驚いた。驚いた？驚いた。もうね、サンバ最強だと思ってたから、うん、あ、最強でもねえなと、うん。ちょっとそのね、開口部の低さとか、低さね、乗せやすさはかなりあるなと思った、ね、うん。低さと高さのこの楽さ。うん。で、積みが楽だよね、やっぱりね、うん、上がね。バイク実は、かなり高さが大事なんで、ね、積むにあたってね。本当だよね、うん。うん。だからそれはすごく有利だな。うん、あと、この、うん、ここのスクエアになってるでしょ、うんうん、そこのところが。そうね。そこもすごく効いてますよね。うん、ただまあ、どうしてもね、助手席側に積むことになるから、うんうん、こっちは真ん中にドーンと積めるんで、うん、その、助手席がね、横に座れるっていうのはちょっとね。それすごいよね。うん、両方パラレルで座って、うん、これだけでかい車両が積めるんだっていうのは今やってみて、うん、サンバはすごいなと思ったし、そうっすね、うん、ちょっとすごいなと思ったな。内装、うん、L 版最高だぜこれってやったけど、うん、サンバの後ろのシートとかリクライニングとかいろいろ考えると、うん、あれ前からこんなに素晴らしい軽バンがあったんだっていうのはちょっと驚いた、うんうん、まあワゴンっていうかね、乗用なんで、うん、その辺はなかなかちょっと、ね、サンバディアスなんだね。そうそうそう、ディアス、うん、そこはね、そうすごいなと思った。これの前は本当にリアシートもただのベンチシートの銀色のやつはそうだったんで、うん、それに比べたらアップグレードした分、うん、でもねやっぱりハンドリングの話をしてもしょうがないんだけど、うん、ハンドリングのシャープさもちょっとやっぱ和らいでるし、和らいでくるんだ。そうそうそう、前のがエンジンのピックアップも NA の方が良かったし、その走りに関しては十分満足なんだけど、うん、NA と、うん、スパルタンな商用そこ言う良かった。こういうか、まあでもね、そうね、いろいろ乗ってってみるとね、高速道路に行きました。はい、高速道路の、うん、どうよ、もう。そのアシスト系。そう、アシスト系。もうね、びっくり。意外とのっ 使ってなかったんだね。初めて。初めて。さ、さ、オートクルーズとかさ、うん、そういうののさ、この間原稿一緒に書いてさ、うん、いや、俺はオートクルーズとかもありだよ。うん、移動の時は移動の時、うん。だけど、まあそのね、楽しむ時は楽しむ時だけど、はい、やっぱり移動の時にはもうオートクルーズとか、今ね、ディスタンスオートクルーズとかね、うん、もう絶対あった方がいいっていうのに対して、うん、いやー、そんなことないよって言ったの、そんなエクセリそんなこと言っちゃダメでしょっていう、そこあるよね。うん、乗ってみて。うん、乗ってみて。うん、やっぱまだいいかな。やっぱまだいいかな。マジで、うん、もうちょっとおじいちゃんになったらいいかもしれないけど、うん、まだいいかな。あれだよ、ディスタンスオートクルーズをね、使いこなしてないからね。うん、もう使いこなしたらね、うん、もうね、やめられないというか、うん、あ、このパターン、もうない車だと辛いって思っちゃう。だから、もうある車ないかないかなって、今1台、うん、うち1台あるから、うん、それ乗るって思っちゃうもん、うん、渋滞とかがあるなと思ったら途中に。はい、うん、まあ考え方の基本がマニュアルなんで、うん、マニュアルから始まると、もうすでにその選択肢ないんですよね、うん、今のところね。そこがちょっと残念。なんだ、これを乗してね、もうガラリと、人生ガラリと変わると思ったら、うん、そうでもないんだ。まだそうでもないですね。うん、乗用車としてはすごくよくできてるし、うんうんうん、まあバイクも積めるし、うん、なんか、ね、そのアシストもいっぱいついてるし、火の打ちどころがないんだけど、うん、運転してて、本当に楽しいかって言われたら、うん、やっぱこっちの方がまだ部があるかな。うん、
確かになんとなくエンジンのワクワク感と、うん、そういうのはね、なんかもう走り始めた瞬間からあるし、あ、これだったらマニュアルがいいなってすごく思った、うん、これオートマだったらちょっと辛いなと、さすがにオートマないんですよ、1台も。オートマ、うん、サンバーで5台の中のオートマはないんですよ。ない、全部全部マニュアルで買ってんだよね。それだから今まで人生の中でマニュアルしかない、そのスーパー GL 以外は。あ、もうそれがダメだ。スーパー GL 以外は全部マニュアルおかしいな。スクーターって乗んないの？スクーター、まあ昔持ってましたけどね、うん、でもスクーターともまた違うよな、オートマはな。ちょっとね、スペック、はい、いろいろスペック見てみたいんだけど、まず馬力は、うん、まあ新しいね、軽として、ホンダ N 版が64馬力、6000回転、はい、うん、サンバーがこれ14年前だけど58馬力、6000回転、うん、だよね、うん、この馬力さ、いや、あるね、あのね、これはね、スペック以上の差があった。スペック以上の差があったね。で、重量も実は N 版の方が重たいでしょ、うん、そうだね。重量が、970キロターボ車で、うん、こっちが940キロ。うん、まあ、40キロしか変わんないけどね。そうそう、その重量差で相殺するぐらいかなと思ったら、うん、思った以上に離れてくね。離れてく。だって、トルクが、こっち 10.6、うん、こっち 7.5 の4000回転だ。2600回転で 10.6 出てるから。うん、それは下から来るわね。そう。上り坂。上りはあれよあれよという間に来るっていうね。ただ、スーパーチャージャーになって、だいぶ良くなったんですよ、上り坂。だから NA はこれよりさらに遅いんで。さらに遅かったんだ。そうそうそう。あ、下が、スーパーチャージャーは下なくならないもんね。うん、そういった意味では、あれよ、もう、二人乗って、うん、バイクでかいの積んで、うん、ターンパイクぐいぐい登っていっちゃうからね。そうですね。うん。遠征楽よ。さあ、実際にそうだったんだ、うん、ターンパイク登ってったんだ。あ、ターンパイク登ったら全然別に、あの、なんか、それはすごい、あ、ここ登んないっていうストレス全くなく登ってた。それはすごい、高速道路のちょっとした上り勾配、うん、もろに分かるもん、うん、あ、登ってんなみたいな、あ、登ってる、頑張れ3番みたいな、もう常にね、頑張れ頑張れっていう感じ、頑張れお前みたいな。基本的に制限速度法定を守ってたら高速道路でもストレスはない、うん、うん、っていう感じだよね。だそのね、頑張れ頑張れをストレスと思っちゃっていけない、うん、頑張って愛着になる。どうだろうな、まあまあそういえば分かんなくはないけどね。そう最小回転半径が、うん、N 版 4.6 に対して 3.9、うん、これやっぱ結構回るね、くるくると、ね、うん、まあ他とね比べる機会ってなかなかないんであれなんですけど、うん、今まあ、千葉の田舎の方に引っ越しして、うん、細い細道、ぐいぐい入っていっても、うん、まあ全然不安がない、うん、どこで U ターンするにも不安がないし、それさ、最小回転半径のね、すごいよ、なんでかっていうと、うん、ホイールベースが短い、うん、車幅全長はほぼ両方一緒、はい、まあ規格の、ね、枠いっぱいですよね、いっぱいで取ってるんで、うん、同じ大きさの車両なのに、うん、ホイールベースが 2.52m、うん、対して 1.885、おー、そんな短くて安定感あんのかっていうね、うん、高速道路の安定感とかやっぱりあるよ。まあ全体的に安定感はない。安定感はない。そう、警戒感、ね。安定感求めてないから。安定感は自分の手で出すから。もう一つあれはね、やっぱりそのホイールベースそんだけ取ってるから、はい、オーバーハングがほとんどない、うん、N 版は、うん。だから見切りがいいというかね、うんうん、曲がってる時はね。そうですね。ただやっぱりちっちゃく曲がる分にはやっぱりサンバの方が全然いいんだね。まあ、周りはすごい効きますね、うん、実際便利ですね、うん。さあ、そしてですね、燃料タンク、うん、燃料タンクはですね、これびっくりした、うん、N 版が27リッター4駆が25リッターしか入ってないんだけど、はい、なんとサンバ40リッター入ってる。すごい、だいぶ違うね。だってこれしか入んないのにこんなに違うんだよ。13リッターも違う。だから航続距離がね、うん、結構違うんじゃないかな、うん、一応ね、ここのところちょこちょこ走って、はい、実際に測ったやつ、うん、で結構まあ回したりね、テストしたりしてるんで、うん、悪めに出るだろうけれども、1回 13.2、うん、で2回目が 13.9 で、まあ14、15はいくんだろうけど、うん、そういう値が出てるんだけど、うんうんうん、どのくらいですか。スーパーチャージャー大体 12.3 12.3 ぐらいじゃないですかね。ちょっと悪いんだね、やっぱりね、うん、ただやっぱ楽しいエンジンで、うん、回しちゃうっていうね。普通に走ってたらもうちょっといいんじゃないかな。まあこっちも普通に走ったらもうちょっといいかもしれないけど、ただ、
結局航続距離はサンバの方がいいんだよ、多分ね。だうちはまあ400キロちょいぐらい、うん、ギリなんとか走るかなって感じ、ね、300から350キロぐらいだよね、うん、多分ね、うん、鈴鹿行くのにガス給油しなきゃいけない。あー、なるほど。鈴鹿行けちゃうかもしれないもんね。まあでもちょっと怖いかな、ね、一回ガス欠したことあるし、ね、そうなんだ。そんなところですね、はい。まあ2台のね、でも14年の差があるからね、うん、同じ。そうですね、今このね比較はしてるけど ね、うん、走りね、この型そのものでいうと、うん、99年の型なんですよこれ。あ、そうかそうか。そしたらサンバーでいうと6代目になるんですけど、うん、99年モデルで2018年19年、そこからもうほとんど変わってないから19年の差が、そうモデル差があるみたいな感じ、ね。まあ、相当あるはずだけど、うん、今でも楽しい。今でも走るよ、ね、今でも楽しい。俺もねそんなにね、あんまり期待してなかったでしょ、うん、あんまり期待、いやだいぶもっと下がると思った、うん、いろいろと。でもね最後にサーキット走ったじゃない、これ俺びっくり。よかったでしょ。足回りってさ、うん、高速道路街乗りひっくるめてさ、うん、しっとり感とか足回りの良さ、うん、で俺はねやっぱり、あ、もう現代のスポーツカーの足回りまで組んでるから、はい、乗り心地はいいしロール感はないし、うんうん、しっかりしてんなと思ったんだけど、うん、それだけじゃないんだね、うん、なんだろうね、さ、あのね、いやこれはね、でもね言うなれば俺は安全のためにアンダー感をすごく出して絶対スピンもしないし、うん、ロールして倒れるってこともないという設計なんだけど、攻めるよね、攻める、あの攻めてる攻めてる、ハンドリングが攻めてますよ。サーキットの小さく回るとこもタイトにクリって曲がってるし、うん、高速コーナーなんかヨレヨレのやれやれかと思ったら踏ん張って近づいていくんだよ、ずっと。意外とね。ジャックアンダーはあるんだけど、うん、でもジャックアンダーのまんま、両輪で、ギューってこらえながら来るところ、こっちはもう、アンダーですって言って、そうそうそう、諦めなんだよね、うん。速度落とすしかない、落とすしかないなんだけど、開ける開ける踏んじゃう踏んじゃうって言って、行くと、意外といいとこまで来てる。っていう風に、興奮するでしょ、うん、それがもうサンバー。ドライビングプレジャー。そう、ドライビングプレジャー。サンバーのドライビングプレジャー。なかなかね、信じられないと思うんですよね。多分そういう用途で作ってないから。そうだ。あ、そうなんでね。ただまあ本当に物運ぶっていうようなシンプルな用途でね、作ってて、うん、まあ奇跡のように。ね、それが備わってしまったまんまずっと進化し続けたというですね。そうですね。うん。RR エンジンにしてること自体がおかしいもんね。そう。今ね、ここ座っててね、うん、暑いんですよ。これね、すっごい暑いの、ここ。ここ何もねえし。この中にエンジンが入ってるんで。うん、よくさ、この高さで済んでるよね、だからね。そうですね。その高みエンジンが置いてあって、うん、だ相当寝かしてるもんね。めっちゃ前傾にして、うん、まあ、低くマウントしてるって感じですよね。これはここエンジンないからさ、うん、いくらでも低くできるだろうし、うん、そういった意味ではこの乗り下ろししやすさがね、うん、そうですね、あってさらにいっぱいだから高さも取れるからね。いやいや、だから普通に機能で言われたら、うん、ほとんど何もかなわねえんじゃないかなっていう、うん、感じしますよ。ただ運転して楽しいってだけで、何もかなわないかな。 N 版のさ、ここの最後のさ縁をさ絶対下げなかったっていうのと、 あとフラップ、このね、リア扉がパンって開いた時に、はい、この高さよりも上に開くっていうのが、これすげえなと思ったら、サンバーもできてんじゃんみたいな、それ。まあ確かに。サンバーもできてんじゃんみたいな。若干ここ下がってるけどね、まあ、ね。ここは意外とフラットに、あ、いや、下がってるか。若干あるけどね。まあでも一番はこの角。うん、この角かと思うな、ね。こういうスクエアのやつってやっぱ積みやすいですよね。これすごいよね。まあでも、やっぱりサーキットを走ってみると、なんだこいつはっていう侮れない。意外やね。意外や。ドライビングプレジャーいるのか、うん、定番に。でもそれでずっと乗りついてきてる、ね、それで乗ってる。いや、もう俺はね、安全運転支援システム、うん、自動運転で俺は L 版が乗る、うん、みたいなね、うん、でもそこはもう分かれていいんだね。いいんじゃないですか ね、 ね、どっちがどういう風に乗るっていうのはね、うん、そっか。まあでも、サンバーファン多いですからね、あのマニアックなファン。僕なんか全然ね、あの、そんなにマニアじゃないけど。いやいや、5台乗りって、いや、5台乗りっていないと思うよ。全然ね、マニアじゃない。全然5台乗り以上してきた人がいたら。本当にマニアの人たちはいるから、うん、そういう人たちをやっぱ引きつける何かがあるんですよ。マニアの人たちは別に他に何て言うの？他に何て言ってきてんの？サンバーに対して。ああ、どうなんですかね、俺。いや、もう分かる。サンバーの改造ですごいのとかいるじゃん。いるいる。カスタムとかで。いる。もう絶対サンバーのね。いる。カスタムで。あの、交流したことがない。あの、フォルクスワーゲンみたいにしたやつとかさ。いますね。いますね。いるよね。あの辺は多分見てくれたと思う。また全然違うんだけど。そうそうそう。サンバーファンっているよね。うん。おかしいよね。でもトランポ乗りも、確かにサンバー乗り多いね。うん。
競馬の中で選ぶとやっぱ3番に行き当たるっていうのはそうですね、やっぱり荷室の広さか、広さですね。でもドライビングプレイヤーのことを言う人はあんまりいなかった今まで、うんうん、でもね N 番増えるんじゃない、まあね、今後ね、うんうん、こんだけあの乗り下ろしがしやすく、あの積み込みの中のね、うん、良さ居住感、あとは下ろした時にもいろいろと使い勝手もいいと思うし ね、うん、そうですね、多分ね、その本当にドライビングプレジャー、うんうん、軽バンでなんていう人はいないと思うんで、うんうん、まあいないでしょ、うん、そんなにはね。ドライビングプレジャーというわけではないんだけど、でも安定感、乗りやすさ、乗り心地ともに俺は軽バンの枠はもう全然超えてる、うんうんうん、だってステップワゴンと乗っててそれほど違和感ないもん。いやいや、ないですよ。だから乗用車感だよね、うん、乗用車、スポーツカーではないの。スポーツカーで、これはスポーツカー、スポーツカー農道のポルシェ、農道、ね、のポルシェね、本当に農道のポルシェ、うんうん、まあまあそういったところでね、まあ、今回は、積み込みバトルから始めてね、はい、まあ、地乗り高速そしてサーキットまでやっていましたけど、はい、なかなかいないよね、その競馬でここまでテストするっていうのはね、うん、サーキット走っててすごい楽しかったもん。これ競馬で走ってるよ、まあ、確かにね、いや、うん、本当にこのレースがあってもいやいけるんじゃないかなって あるかなっていうぐらいこうガチバトルでね、うん、で結構あの、うん、気持ちにもね余裕があるから、うん、話しながらこう、うん、バトルもできるっていう感じ、うん、すごくいいな、うん、まあということでですね、皆さんあの競馬を選ぶときには、うん、まあいろんな選び方ね、この積載性っていうのはもちろん重要なんだけど、うん、居住空間とかね見かけもあるし、ドライビングプレジャー、ドライビングプレジャーをね競馬に狙ってくるっていうのも未だにやっぱりあるんだなというね、まあ、うん、まあでもホンダもね決してねそこね衰えてはいないんでね、うん、楽しい車をねこれからも作り続けるというね、うん、ホンダのあの僕は K はね結構楽しいと思ってるみんなね、うんうん、その中でね、でもねスバルはすごいということを改めてすごかったんですよ、残念ながら、ね、2012年までしかこの方がないんで、そう、スバルはダイハツに K を取って代わってそうダイハツ車だけになると、ダイハツ生産の OEM で、まあ、サンバって名前で売ってるんですけど、もともとはそのダイハツ製でやっぱ全然変わっちゃったんで、うんうん、まあ、基本はハイゼットだったっていうやつがサンバという名前で売ってるから、もう2012年、2012年の2月でスバル あのサンバは生産が終わっちゃった。サンバ大ショックファンたちは大ショック、もうこれはサンバではないと、もうスバルに大ブーイング、うん、何をやってるんだと。ダイハツのハイゼットも乗ってみたいです。でもね、その後スバルのねあの景気は良くなったんですよ素晴らしい経営判断だなと思いつつも、ね、残念ですよね、うん、非常に、ね、競馬にドライビングプレジャーなんか求めるところをにターゲットにしたらそうなったわけだよ。そう、ね、そういうことになっちゃった。もうちょっと安全安心、うん、荷物が運べて楽な所有者として頑張っていただくのが、ね、競馬の本当の、うん、なんていうのかな、目的というかみんなが求めるところにあるんだけど、でも結局ホンダもなんだろうな、趣味性の高い競馬としてね、うんうん、まあ、ちゃんと所有者としての競馬もあるけど、そうですね、この N 番はやっぱりちょっと趣味性をね入れて物が詰めますよ、フックがありますよ、こういうとこにあの棚が作れる、いや N 番が作れるフックとかがね、一番驚いたのはこの出てきた時に、うん、そのバイクを積んでる絵が最初からね、最初から出てきたっていうのはびっくりでしたよ ね、うんね、まあ、そういったところをね、うん、見て、これからのですねトランプ選びの一環としてですね、何をもってして参考になるのかな、これサンバは参考になるのかな、なるのかな、サンバ参考になる、うん、まだ未だに探してる、まあ、あの2012年以前のサンバをね、うん、ぜひ探していただいて、重要なのはトランポって選んだ時に、まあ、新車だったら今 L 版なんだけど、うん、やっぱり中古で選んだ時に全然価格差があるからね、まあ、そうですね、うん、まあ、半分以下でやっぱり探さなきゃいけないっていうことを考えると、うん、今 N 版は安いのはないから、うん、でもサンバーは一生懸命安いのを探して入れたら、うん、トランプとしてまだまだいけるときに、まあみんな高いんですよ新車のしょうがないね、サンバー人気なんで新車の L 版を探すか、うん、中古でサンバーをね、うん、探してくるかで、まあ、もしくはステッパーゴムにするか、うん、ハイエースにするか、うん、まあ、どれを取っても一応うちで販売してますんでね、うん、うちは販売してますね、あのうちはそこね、6代目どうですか、うちはそこね6代目6代目に乗り換えるとしたらなんで？なんで乗り換えるか。エンジン壊れたのに乗り換えるかな。11万キロで。そう。まだまだ壊れたのに乗り換えるかな。うん。ということで、はい、サンバと N 番の対決、はい、とても楽しくやれました。このシリーズはですね、またどっかでやりたいなと思いますけど、ね、はい、あとゴーちゃんともまたやりたいね、そうですね、他の対決ものもね、はい、うん。バイクでも。二輪はいい。バイクでも。バイクでもぜひ。
ということで、はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。はい、60秒 CM です。さあ今回のテストで使わせていただいている袖柄フォレストレースウェイ、こちらですね、視聴者の皆さんも二輪四輪ともに普通に走りに来ることができる。誰でも、はい、どうやってやるかといえばですね、はい、一応ライセンスというのがあるので、ライセンスを取っていただくんですが、ウェブでね、袖柄こう検索して、フォレストレースウェイ検索していただくと、ライセンス講習日が月に2回、平日に1回、祝祭日に1回やっておりますので、ぜひそこに来て2万5800円でライセンスが取れますので、年会費込みでね、こちらを取っていただくと、だいたいですね、スポーツ走行カレンダーを見ていただくと、はい、2輪4輪ともに日曜日、祝祭日は30分4200円、30分結構ねお腹いっぱいなんです ね、 疲れるね、30分目いっぱいはね、でもそれが1日何本か走れますので、そして平日は3600円で30分走れます。こちらの方を走っていただいて、自分のマイカー、そして二輪で楽しんでいただきながら、はい、いつかはですね、うちは丸太というね、耐久レースに出て いただきたいんですが、はい、その丸太耐久レースは10月7日と10月14日開催なんですが、その前に、その耐久に出る前の練習走行っていうのをやってます。9月2日に二輪四輪とも練習走行日をやっておりますんでね、ぜひ私もワンポイントレッスンとかね、講習会とかやってますんで、ぜひこちらの方にも来ていただければ、いつかはあなたもレーシングライダードライバー、それならフォレストレースウェイから始めましょうと推奨しております。なれる、なれる、ぜひですね、ライセンスを取っていつかはマルタイに出てみていただければと思います。